こんばんは。12月19日午後7時になりました。第60回しゃべくり松代です。人間で言いますとね、60っていうと還暦ですね。赤いちゃんちゃん子ですね。で、いうことで今日はちゃんちゃん子を着れないので赤いネクタイしてきましたね。還暦ですね今日は。赤いネクタイでね、今日60回着れるんですからね。初めからね、つまらないこと言ってしまいましたけども、今日はですね、県民農園の県民さんにね、ご不在に置いていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ところでね、県民さん農園なんですけども、まだちょっと100勝まで行ってなくて、まあ50勝ぐらいかなと思ってるんですけどね。やられました。普通ね、私ね、そういうこと私が言うべきなんですね。先に言われちゃって、まあ今日はちょっとね、たまらくじかられちゃったですね。まあいや、ということで、どちらで、ね、ケミさん、どちら、お宅はどちらなんですかね。どちらになりますか。松代町、清野というところですけども。こちらの方で、そちらの方で、お百姓さんじゃなくて50姓さんやってるんですか。はい、昔は100歳作ったのが100勝って言われてるので、まだちょっと修行が足りなくて50勝のレベルであります。わかりました。面白かったですね。私負けそうですね。ケミさんにも完璧に負けてますね。ということで、どんなようなものを50作ってるんですか。まあいろいろあるにはあるんですけども、まあ、一応メインの品目はハウスで、キュウリトマトを作って、その裏作にナッパ類をいろいろ作って、あと路地で、白菜、キャベツ、じゃがいも、まあそれ一般的なんですけども、それ以外に、ピーナッツだとか、あとヤーコンとか、それから小麦の夢世紀だとか、あとベビーリーフとアイスプラント、たくさんありますね。スティックセニョールとか、カリブロ、カリブロもあります。スーパーマーケット今日は見ていただくように持ってきました。今あるやつを、いろいろ作っていらっしゃるんですね。今は1番目、ピーナッツもハウスで作ってますか。ピーナッツはハウスで作ったことないんですけども、路地です。あ、路地サーベイですね。はい、そうですね。はい。で、そのハウスってのはどんな風になってるんですか。ハウスは上にこうビニールがこうかかってるのを一般的にハウスって言うんですけども、知ってます、それは知ってますよね。知ってますよね。そうですね。うちのハウスはその中に二重にカーテンって言って、またビニールのハウスの中にカーテンが二重にありまして、で15日に植えたトマトはその下にトンネルが二重にかかってますので、大事に作ってるんですね。そうですね、大事に。やっぱりもう過保護、過保護に近いですけどね。まあ小さいうちはやっぱり過保護でやらないと、大きくなってある程度ね、人間と一緒ですよ。子供の力もね、ちょっとこう風雪耐えながら、いやー、それはね、なかなかね、いいのができないもんで、踏まれたから、50のハウスで作ってます。その中に暖房機が入ってますんで、で、今の地豆は、ピーナッツこれですか。どうぞ、食べてください。これ、生で、いってある。いいですよ、いってあります。そうですか。はい、ちょっとじゃあ、一つ、香ばしくて美味しい。これはやっぱりね、千葉のピーナッツ有名なんですが、ここのピーナッツも大変美味しいピーナッツができるので、千葉のピーナッツより美味しい。ぜひここで産地化したいなと僕は思ってるんですが、個人的にはね、天美農園のピーナッツね、これ売り出しましょう。はい、ね、よろしくお願いします。ちょっとピーナッツ食べたらお酒欲しいですね。また後で。あと、なんか黄色いトマト、普通は赤いんじゃないですか。はい、前の1週間前にここでちょっと予告の時にお話しました、その黄色いトマトのジャムを今日お持ちしてますが、それが幸せの黄色いトマトジャムです。これは持っていただいた。そうです、はい、食べると美味しくて幸せになって、これですね、食べているうちに幸せで幸せになる、健康になって幸せになるっていう、ダブルの幸せが。そうですか。
きます。あとなんか夢世紀というのが面白い名前。はい、夢世紀は小麦ですね。あ、それが何したものですけども、小麦の中の中力粉っていう中に属してまして、うん、それは何に使えば一番いいんですか。うどんが一番いいですね。日本さん、うどんだってあと知ってるそうです。水筒も美味しいです。あ、水筒も、で水筒にもいいそうですよ。うちではこれ、あのパンも焼きますし、あとこの間は肉まんも作ります。餃子なんかも作ったりします、うん、幅広く中力粉ですので、いろいろと利用が可能ですので、ね、あとちょっと色がついててね。あとアメリカのかぼちゃなんだ。あ、アメリカのかぼちゃも、ね、やってるんですけどね。アメリカに買いに来たんですか。うん、アメリカからもらったんですけどね、種をね。アメリカに、ね、知り合いの方、知り合い、親戚の親戚がありまして、それからもらったのが最初でして、最近はあの神山戸の青い目の若旦那さんから種をいただきまして、それで何種類か今年は作ってます。おー、すごいですね。そのハロウィンかなんか。そうですね、ハロウィン用に、10月31日がハロウィンなんですけども、うん、そのハロウィン用にあの催しをやるということで、ぜひ作っていただきたいということで、もう5年くらい前からアメリカから寄せきて、アメリカの若旦那青い目の若旦那ですので、アメリカから お嫁じゃなくてお婿に来られた旅館の旦那さんですが、帰化された。そうだね、結婚された。あ、奥さんの旅館を、奥さんの旅館を継いだという方ですがね、うん、やってるんです。あ、そうなんですか、うん、その方がじゃあアメリカから買ってきて、それをいただいて、はい、それを毎年作ってます。そうですね、国際交流協会っていうのが団体がありまして、うんうん、そこの皆さんちがあのそのハロウィンのパーティーを開くということで、あのかぼちゃを掘って、かぼちゃを掘ってね、ジャックオーランタンっていうの、ね、アメリカであるじゃないですかね。そうあれじゃあ日本でするんですか。そうですね、最近は英会話の先生なんかもね、いっぱい持ってかれる方がたくさんいらっしゃいますね。広まってきて、それ用に作ってるんですね。じゃあそうです、それ用に作って、どのぐらい作ってるんですか。100本くらいの苗を植えて、できるのが100本じゃない、50本くらいの苗を植えてできるのが2、300本くらいですかね。いろんな種類が出ますんで、こんな小さいのからね。そんな小さいの被らないんですか。これは切ったり目をこうつけたり、あ、切って目をつける、被るじゃないか。あれは被るんですよ、ろうそくで。あ、ろうそくでね、これは小さいのね、被らないからね、私被れるような大きなのもあるんですか。あります、入れるくらいの感じ。あ、そんな大きいのも、まあ、じゃあ私が入れるのよ。お尻がちょっと入るあ、そんな大きいのも作ってるんですか。でたまたまできただけですんで、うん、まだ最高が90キロくらいですけど、うちでできた最高が90キロ。で大きさはどのくらいなんですか。90キロって このくらいですかね。あ、じゃあ本当に入れますね。入りますね、それは一つのこのハロウィンのアメリカから持ってきたかぼちゃの種で作ったもの。まあアメリカからもらった種ですけども、まあそれ専用の種ですね。アトランティックジャイオンタっていう品種なんですけども、それはでかくなるそっちの方のカボチャですね。そうなんですか。あとあのなんか酒米、お酒のなんか米も作ってるようなんですか。はい、酒米もやってます。今日できたものをお持ちしました。お酒持ってきてくれて、空じゃないですか。空ですね。申し訳ないですね。中身はちょっと私が飲んじゃいました、ね。お腹入っちゃいました。あのこのちょっと全部なくなっちゃったもんで、瓶だけちょっと見ていただくように。今度来るとき、こんな中身つけて。中身もね、来年取れたらまた一つできたところで持ってきたいと思いますが。で、これはあのお酒用のあれなんですか？フォメで。そうですね。酒米って言ってる。これはなんか品種改良して作ったんですか。そうですね、あの試験場で品種改良して、あのこののは深山錦っていう品種なんですけどね、あのお酒用に作られた品種で、その前はあの人心地っていう品種を作ってました。それ皆さんじゃないな、その両どちらでも美味しいですか、そのお酒にした場合には。そうですね、両方の方は誰でも美味しいって言ってくれいただけるお酒ですし、人心地だと酒飲みが美味しいっていう。じゃあ私そちらの方がいいですか。ぴったしですかね。ぴったしですね、というお酒ですね。それはあのなんか近所で作られてる。そうですね、仲間で作ってますね。女性の杜氏さん、
川中島の今井のところにある、血のマリコさんっていう当時の方に醸していただいてます、ね、普通当時さんというと男性ですね、この、ね、なんていうんですか、ね、こうしてね、汗見せる感じで、そうですね、してるイメージがあるんですけど、女性がそう、確か長野県で初めての女性の当時さんじゃないかなと思いますけど、ね、私も聞いたことない、はい、とってもね、いいお酒を作られて、昔の、血の酒造の今、酒仙蔵野っておっしゃってますけども、ここの当時さんでとてもいいお酒を作っていただきます。私たちの好みの酒を作っていただいているもんで、酒飲み女性のその繊細な心で、そうですね、そうですね、大変美味しいですよ。その女性の当時さん作った酒ね、ぜひ飲んでください、ね、はい、そうですね、しつこいですけどね、今度中身入れてね、わかりました、お願いします。ところでなんかこちらにあるこれ、さつまいもじゃない、ああ、それはね、ヤーコンって言うんですけどね、いや、これなんか剥いてきてもらったの、これ、あ、そうですね、これ生なんですか、食べられるんですか、これ、どうぞ食べてください、生でもいいですか、生で大丈夫ですよ、はい、ちょっとじゃあ、ガリと言ってみます、美味しそうな、あのオレンジ色になってるのほど、あの甘くて美味しさがあるっていう、甘い、そうでしょう、ありがとうございます、生で美味しいですね、ええ、いや、もうちょっと食べたい、そんなに食べたら喋れなくなっちゃいますよ、あ、ほんね美味しい、梨の味がちょっとしましたね、梨の色でね、あの甘みが、ほんのり甘みがあって、そう、これサラダなんかに入れるとね、非常にいいんですよ、歯応えが、食べたいけどもちょっと喋るのはちゃう、歯応えがいいですよね、あ、歯応えもすごくいい、シャキシャキしててね、なんかね、フルーツ、いやそうですね、そんな感覚です、フルーツですね、そうですね、いや、美味しいです、甘みがあってね、梨より美味しい、歯応えがあって、うん、ありがとうございます、いやこれ、今度ね、売れば、ね、あ、売ってるのか、売ってます、売ってます、作ってる野菜です。あとなんかベビーリーフ。あ、ベビーリーフね。はい。ここに、それは何なんですか？これはレタスを小さいうちにいろいろなの。レタスの子供だけ？ですね。でちょっと子供よりも小さいベビーです。ああ、なるほど。で取るの間に合わなくなるとヤングになる。あ、面白いですね。もうちょっとなったらアダルトで。面白い。なんかちょっと食べてますね、いやまあとてもじゃないですが、 やっぱり、ね、ベビーで取るのが一番美味しいんじゃないかなっていうんで、うん、ベビーで、うちは出してるんですけどね、いや今日はもうケミさんにね、言われっぱなしですね、私なんか今日出る幕ない、まあ、まだいろいろとうちもやってますんで、そちらのルバーブのジャムもこれ珍しいんですよ、うまずいこと、食べるとほんと酸っぱいんですけどね、スイコってあの昔なんか、あの子供の頃ね、あのこうかじってね、酸っぱいよ、あれですか、あれと同じですね、あれはちょっとな、いただけですな、あとなんかカリブロ、カリブロって、カリブって車みたいだけど、車じゃないですね、まあちょっと違いますね、あのカリフラワーとブロッコリーと仲間みたいな、これですね、そういうもんでそういう名前がついたんだと思うんですけどね、カリフラワーなんですけども、緑色してるもんでカリブロっつって名前を付けられたんじゃないかと思います。で、ケミさん、農家なんですけど、ずっと昔から農業されてるんですか？13年ほど会社勤め、やりまして、脱サラをして、20年経ちます。早いですね、ご両親もあるんですか、なんか農業されたんですか、そうですね、まあ、両親でやってた頃の農業っていうのは大変でね、清野っていうのはご承知のように水田っていうのは昔スケートができたぐらいね、水が湿田で張ってたんですけどね、そうですよ、私ね、子供の頃ね、あそこで大広田やったことありますか、大広田そこのね、ね一番深いところがうちの、田だったんですよ、ああ、じゃあ、ケミさんちの田んぼに私、おったことありますよ、ああ、そうかもしれないですね、それでいいね、うまくできなかった、申し訳ないです、ちょっとわかんないですけどね、犯人私です、申し訳ないです、小さかったんで僕覚えてませんが、そこでね、腰まで使ってね、稲刈りの時に稲を買ってこう収穫をして、そういうふうな苦労をしてやっぱりやってくれて、人間は田んぼに入って泥まみれ、そうです、稲は、はい、船の上、はあ、稲は大事ですんでね、主食ですんで、いや私たちも本当に拝みながら食べなきゃいけないですね、そうですね、そういう苦労をしてね、大事に大事に育てられてね、お米をね、やたらむやみに食べられないですね、大変感謝しております、
いや私もケンミさんのお米に感謝します。ありがとうございます。米はちょっと今日持ってこなかったんですけど ね、 ね、 ね、今度あの塩野の米ですので、はい、なんですか。そろそろ時間も迫ってきたようなんですけども、はい、ケンミさんその、はい、このね、ネット放送なんですけども世界中日本、はい、それから特にね松野の皆さんにね、見ていただいてるんですけども何か一言最後にありますかね。あの松代は美味しい野菜の町です。あの皆さんあの美味しいこの野菜を食べていただいて、あの、まあ、来ていただいて食べていただいてここの地産地消の食べていただくっていうのもやっていただきたいなと思っております。地域の方には地産地消、はい、そして周りの方はねどうぞ松代を見てくださいということなんですね、はい、いやさすがいいこと言いますね。ということでちょうど時間になっていますね。そうですね、ケミさんも、ご夫婦ねありがとうございました。またこれからもねぜひよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日は引き続き予告バッチ、はい、なんか手放しでなんかね、緊張しますね。緊張してないか、来週のしゃべくる松代、はい、三田さんまたパーソナリティ、うん、違います。来週はね、こちらの人ね、はい、マガリオさん、マガリオさんやっていて、レコールド松代、そうです。あ、はい、中身は何、中身はね、ここに書いてあるんですけど、レコールド松代クラブのアンサンブルザコト、琴をやっていただきます。いいですよね、はい、じゃあ来週は琴をここ持ってきてもらって演奏もしてくれると、はい、それはできないか、そこはちょっとできないんでね、お話ですね、前録画でやってやらせていただきます。録画でね、はい、あ、お忙しいんですね、わ、はい、かりました、はい、ぜひそれではね、はい、なんかありますか、いいですか、まあ、大丈夫です、ね、いいですか、はい、それでは来週はエコールドマシロの琴ですね、はい、そうです、中にはちょっと琴の演奏も入るかもしれません ね、 そうですね、ちょっと期待してね、期待して、じゃあ琴の演奏も入ることを期待して、はい、来週のしゃべくる松代どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。しゃべくる松代また見てね。